茨城県立図書館入り口茨城県立図書館は茨城県三戸市にある茨城県立の図書館。現在の建物は旧茨城県議会議事堂を改修して図書館にした。建物構造は鉄筋コンクリートで敷地面積は2646.66平方メートル。地下1階、地上3階、それに東屋1階である。 資料の貸し出しを行う総合カウンターは1階の出入り口付近にある。1階は総合カウンターと雑誌、CD、ビデオ、DVD、自動書、教科書を収蔵しているコーナーと飲食が可能な休憩室、個展が開かれる部屋、自動書がある。2階は自然科学コーナーと人文科学コーナーの2つに分けられ、一般書が収蔵されている。また、 郷土資料室も2階に置かれている。3階は図書館職員の事務室や館長室、会議室がある。地下は地下開花書庫があり、ここの資料を貸し出しすることも可能である。当館のゆるキャラとしてブックマークがいる。創立100年を記念し2003年11月13日に誕生した。中市の昔話であるぬかたの達祭を資格。 学習などの障害に対応した国際標準規格デイジーに対応する形で電子図書化し日本国内の公共図書館や特別支援学校に配布するといった取り組みも行っている。初代図書館茨城県立図書館は2階に市長確保旅館を設けている。ここでは主に映画の鑑賞や講演会などが行われている。 また資料を検索するコンピューターとコピーサービス、日本と海外の新聞、23台のインターネット、CD ロム、ビデオ、DVD、CD レコード視聴ブースを設けている。資料を借り出すには、利用者カードが必要である。利用者カードの発行に、費用はかからず、茨城県外に在住、在勤、在学する人でも作ることができる。図書の貸し出し年齢制限はないが、 視聴覚資料の貸し出しは小学生以上である。一人につき一般書は10冊まで、自動書も10冊まで、CD、DVD、カセットテープ、レコード、ビデオは5点までである。貸し出し期間はすべて14日以内。駐車場は県庁舎との共用で66台分用意されている。図書館利用の場合の駐車料金は無料となる。 開館時間は平日と休日で異なる。休館日は毎週月曜日である。ただし、休館日でも返却ボックスを使って返却できる。広報、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。